リードメールとは、ウェブサイトを用いた宣伝広告の手法の一つであり、ビジネスモデルの一種である。広告主が出向した広告を、サイト運営者がウェブサイトに掲載し、登録会員に閲覧させるビジネスモデルであり、宣伝の手法である。その歴史は、深いとも浅いとも言われる。すでに、リードメールのような形式で報酬を得ていた大手の、 ポイントサイトなども存在しており、その派生がリードメールにあたる。ウェブサイト上の広告などを閲覧することで、閲覧者は報酬を受けることができ、サイト運営者は広告主から得た収入と閲覧者に支払う報酬の差額を収入とする仕組みである。運営者の取り分は広告費の数パーセント程度から十数パーセントが多い。閲覧報酬の方法としては、 メール及びウェブサイトによって提供されるのがほとんどである。つまり、会員宛に配信されたメールに記載されている URL をクリックして一定時間ウェブ広告を閲覧したことで報酬が積算されるものとサイト上にある p a ドツ c l i c k などのリンクをクリックして同様に閲覧し報酬が発生するものである。サイトによっては自サイトの集客のために 自社広告の閲覧をさせたり簡単なゲームをさせるなどによって特別な報酬を付与したり通常のポイントサイトのように成功報酬型広告形式の広告を掲載しその収入の一部を成果として会員に還元するなども併用することもあるまたダウンラインと呼ばれるアフィリエイト制度を採用しているサイトでは自分専用に割り当てられた URL から リードメールサイトに登録した人がいれば、その子供の報酬の数を親が受け取ることもできる。多くのサイトのほとんどの部分は PHP によって構成されており、ほぼすべてのサイトにおいて、キャッシュクルーセイダーやアオラグプットといった英語牽制のスクリプトを利用している。運営者は個人が一人で片手間にやっているようなところから、 サポートセンターを要するような大規模な法人まで様々ではあるが多くは個人が小規模に運営しているところが多い。また特に日本の運営者では前述の通り英語圏で制作されたスクリプトを使用しているため翻訳で手間取ってしまうことも多く日本語化の困難さに目をつけた仲介業者も存在するほどである。仲介業者はサイトの翻訳にとどまらず サイトのデザインに始まり、サーバの調達やデータセンターの紹介など多岐にわたるメニューを用意するところもあり、完全に運営を委託するようなサイトも見受けられる。アメリカで始まった、このシステムはしばた叩く間に普及していったが、その結果、サイトは乱立し報酬も分散してしまった。やがて宣伝業者も拡散していってしまったため、サイトに登録してもメールもほとんど届かず、 サイトにも広告が掲載されていないなど、稼働状態にあるとは言えないサイトも多く、現在はすでに飽和状態による停滞期にあると言って良い。まともに稼働しているサイトであっても、途中で会員が飽きてしまうために閲覧者の数も増えず、広告費用も減り、運営者にとってはまとまった収入にならない。また、維持が困難となって消滅したサイトから、メールアドレスが流出するなどして、 スパムメールが大量に送りつけられることも見受けられる。このような登録するときは注意が必要になる。なお、アメリカでは、リードメールは、p a to r e a d e m a i l イコール PTR と呼ばれているため、リードメールという単語は和製英語にあたる。アメリカで発展した、このシステムは日本でも普及していったが、決して多くのインターネット利用者が認知しているわけではない。ただ、 他国のリードメールと比べて報酬が高く0.1円からが多いから0.001ドル程度が相場であり0.002ドル以上はまれ。また、紹介した人物が得る報酬の一部が自分に還元されるシステムを応用してダウンサポートと呼ばれるサイトも多く見られる。ただし、海外のリードメール業界と同様、運営が簡素化されたため体制がサイトを運営したため、 乱立状況となったため、広告主が集まらず、結果として報酬がビビたるものになってしまうサイトが増えている。これに加えて、広告料金の安売りが追い打ちをかけている状況である。サイト運営者が赤字経営を続けた結果、会員への報酬が滞ったり、悪質なものになると一切支払われることなく閉鎖する例も見受けられる。さらには、元から、 詐欺目的で開設している場合もあるため、利用者は登録前や登録中、健全性の見極めが必要になる。なお、海外には、ペイドツープロモートイコール PTP という、表示広告の延長線上のシステムもあるが、日本では普及する前にアドセンス形式のアフィリエートの普及が始まったために、認知している日本人は少ない。公序良俗に反する広告は掲載しない旨の、 規約はほとんどのサイトにあるものの実際には詐欺まがいの広告や無限連鎖工の防止に関する法律に抵触する可能性が高い広告も多い。2007年5月にはこのような広告を頻繁に出していた会社社長が逮捕される事件も起きている。ありがとうございます。